固定価格買取制度、固定価格買取制度、固定価格買取制度、フィード、インタリフ、FIT、フィード、インロー、フィルトは、エネルギーの買取、価格を法律で定める方式の助成制度である。固定価格制度、フィードインタリフ制度、電力買取保証制などとも呼ばれる。地球温暖化への対策やエネルギー源の確保。 環境汚染への対処などの一環として、主に再生可能エネルギー、もしくは、日本における新エネルギーの普及拡大と、価格低減の目的で用いられる。設備導入時に一定期間の助成水準が法的に保証されるほか、生産コストの変化や、技術の発達段階に応じて、助成水準を柔軟に調節できる制度である。適切に運用した場合は費用あたりの、 普及促進効果が最も高くなるとされる。世界50カ国以上で用いられ、再生可能エネルギーの助成政策としては一般的な手法となっている。その一方、買い取り、価格の設定次第で過大な設置や利用過程の負担が増大する危険性がある。固定価格買い取り制度は1978年、米国において導入された。 パブリックユーティリティレガイアラトリポラススアクトパーパポーがその走りとされるパーパポーは特にカリフォルニア州などにおける風力発電の立ち上げに貢献したしかし現在のように国家レベルで顕著な効果を上げられる制度は1990年にドイツが採用したのが最初とされる再生可能エネルギーの普及促進政策としては他にも固定枠 クオータ制や入札制などもあり、既存市場との整合性や安さを根拠として固定価格買取制度以外の方式を取る国も多かった。しかし固定惑星や入札制ではその主張に反していずれもその効果は固定価格買取制度に劣るものとなった。その一方でドイツは固定価格買取制度によって再生可能エネルギーを 大量普及させると同時に生産コストを下げ、電力総需要に対するシェアを2000年の6.3%から2007年末には14%に倍増させるなど、他の方式より大幅に勝る成果を上げてみせた。この結果を踏まえ、現在では多くの学術的報告や公的機関がその優位性を認めている評価を参照。採用数は特に2005年以降に急増し、 2009年時点では少なくとも50以上の国々と25以上の州地域で採用されている。現在では再生可能エネルギーの普及政策として最も一般的な手法となっている。地球温暖化への対策やエネルギー資源の確保のため、枯渇性燃料への依存度を下げて再生可能エネルギーを導入する際は価格的競争力が大きな障害となる。 この価格が下がるためには、大量普及によって生産コストや流通コストを低減させると同時に、技術開発を促すのが望ましい。これまでの実績から、バイオマス、風力発電、太陽光発電などの価格は、経験曲線、もしくは学習曲線に従い、普及量の増大とともに、法則性をもって低減することが知られており、そこから、 将来の価格低減速度を予測できるとする者も,もいる。ただし、高コストの劣った方式のサプライヤーを甘やかすという批判もある固定価格買取制度は、前社の主張に基づき、電気料金に、小額の上乗せをして得られた資金を用いて、おびを助成する方式の一つである。固定価格買取制度の特徴は、個々の発電所に対するエネルギーの売り渡し価格、タリフを、 設置時点で長期間固定する一方、発電所の設置時期が後になるほど、価格低減に従って、助成額を減らすことである。この仕組みにより設備導入費用の回収の目処が、立てやすくして、投資、融資を促進する。一方、新規導入設備への助成水準の柔軟な調整が可能となる。固定価格買取制度では、エネルギーの売り渡し価格、 タリフを法律で決定する。再生可能エネルギー源の事業者は、タリフを決まった期間20年などにわたり、法律で保障される。これが固定価格買取制度とも呼ばれる理由である。この価格は、普及量や生産コストの推移に従って定期的に見直され、計画的に低減していくが、すでに導入された分についてはこの見直しは、影響しない。 定期的な見直しを通じたタリフの低減により、国や地域全体で見た電力量あたりの助成費用は抑えられる。一方、既存の発電事業者のタリフは変更されないため、個々の事業者の投資リスクは低く保たれる。固定価格買取制度は、この点において、分散型電源の特徴を利用している。一般的に固定価格買取制度においては、 対象技術の普及の初期に導入した事業者ほど高い、タリフが設定される。普及が拡大して、エネルギーの生産コスト、設備価格や運転費が、技術開発に重って低減するのに合わせ、後期に導入した事業者ほど、女性額は減らされる。この女性に必要な費用は、多くの場合、電気料金に上乗せして、すべての電力消費者から、電力の利用量に応じて徴収され、 国は直接金銭の収受を行わない。ドイツの場合、徴収額は標準的な A1 件あたり2から3ユーロである。タリフの額が課題もしくは過小にならないよう、対象となる技術ごとに、普及量や生産コストの低減状況に応じて定期的に調整される。固定価格買取制度における発電所ごとのタリフの決め方には大きく分けて2通り、ある。 スペインのように発電事業者が複数の方式を選択できる国もある。タリフを一定期間固定する方式で多くの採用例で用いられている。発電所が導入された時期によって、その後一定期間、例えば10から20年間のタリフの額が決定される。発電事業者にとっての投資リスクが低く、また、助成費用も最小に済む。 電力料金に一定額を上乗せする方式である。プレミアムオプション、フィード、インプレミアム、ソーラープレミアム、太陽光発電の場合などとも呼ばれる。需要が逼迫する、時間帯の給電を促す効果があるほか、市場での取引が可能なのが特徴である。その一方、電力料金によって買い取り額が変動し、また購入が義務付けられないため、発電事業者にとってのリスクが高い。 このため、フィックスとタリフに比較して、女性費用が高くなりやすい。タリフを定期的に調整する際は、火器のような事柄を考慮する必要があるとされる。また、枯渇性燃料の利用に伴う火器のような、外部コストの削減分も考慮される場合がある。電力を消費する、建造物等に女性対象の発電設備を付加した場合、 自家消費分の電力の取り扱いによって、下記の2方式に分かれる。それぞれ異なった特徴を有する。全量買取自前の設備であっても、発電した電力、エネルギーは、一旦、すべて買い取られ、自家消費分の電力は、別途系統電力で賄う。ドイツ等で、一般的な方式である。余剰電力が少ない公共。 産業用の設備への助成では必須とされる。また、電力事業者自身の設備や市民発電所等にも用いられる。その一方、節電を促す効果は薄い。余剰買取自家消費分を除いた余剰分の電力が買い取り、対象となる自家消費分は系統電力と同じ価値となる。日本等で用いられている。ネットメータリング、ネットミトリングとも呼ばれる。 余剰分の買い取り、価格の方が、系統電力の小売り電力よりも高い場合、自家消費分をなるべく少なくすると有利になるため、節電を促す効果がある。その一方、余剰電力が少ないケースには不向きとされる。固定価格買取制度においては、買い取り、価格が長期にわたって保証される。また、普及の速度や最終的な普及量が目標に達するように、 カリフの額などの調整が行われるが、固定価格買取制度は、この普及量の調整力が強い。このためそのエネルギーの供給者だけでなく、設備の生産やメンテナンスなどの関連事業者や電力会社にとっても、投資、融資のリスクが低くなる。これは特に風力発電や太陽光発電など、初期投資が投資額の大部分を占める方式において、 生産コストを下げる効果をもたらす。個々の要素で見ると、固定価格買取制度には、下記のような特徴があるとされる。P13。利点。欠点。低い買取、価格での固定価格買取制度の優位性は、多くの学術的報告や、国際的な公的機関によって認められている。P17。地球温暖化への対策の政策の一環として、 IPCC 第四次評価報告書、スターン報告や国際エネルギー機関の報告書等でも、その有効性が指摘されている。固定価格買取制度はただ導入すれば良いというものではなく、タリフの額以外にも、他の様々な施策によって効力は大きく変わる。下記のような制度が組み合わせて用いられる。9 これらは固定価格買取制度を採用するほとんどの国や地域が導入している。また、下記のようなオプションもある。固定価格買取制度は下記のような制度との併用も可能である。固定価格買取制度を採用する地域は都市とともに増加しており、2007年末の時点で46の国、州、県が採用している。欧州連合では25カ国中、 ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどを含む1カ国が導入している。ドイツにおける固定価格買取制度は1990年のストローミンスポーイサングスガセイズ、ストレイグ、電力供給法、2001年のアーナイヤーベール、エンルジン、ゴゼッツ、イーグ、再生可能エネルギー法制定、及びその後の複数回にわたるイーグ法の改正を経て発達してきた。 これによって再生可能エネルギーの普及が急速に進み、例えば電力供給に占める割合が2014年秋に約3割に達した。またコストも下がり、太陽光発電や風力発電の電力の買い取り価格は通常の電力の小売り料金よりも安価となった。また国全体の経済にとっても利益になっていると評価されている。付加金の増大や 再生可能エネルギーの成熟を踏まえ、2014年には市場取引への移行を視野に大きな改正が行われた制度見直しの動きを参照。スペインは1980年のエネルギー保存法、82、1980、及び1994年の新電気法にて固定価格買取制度の基礎的な要素を導入した、あと、1997年の新電気事業法、 54、1997、および1998年の直例、ロイヤルディクリー2818、1998で風力発電などの開発を本格化させた。その後直四435、2004などでさらに改良を加えている。制度的には複数の女性形態、フィックスとプレミアム、自由契約から任意のものを選べるなど、 ドイツの制度とはデザインが異なる P54 スペインにおける風力発電は2007年時点で 15GWP を超え国の電力供給量の9.5%を占めている風力発電産業の発達はガメサエオリカ社やイベルドローラ社アクシオナエネルヒア社などの国際的な風力発電企業を誕生させたスペインにおける太陽熱利用や 太陽光発電は普及が予定よりも進まなかったため2007年6月の直例661-2007にて助成を大幅に増やしたほか2006年9月29日以降に新築、改修を行う一部の建造やある一定面積以上の商業施設などに対して太陽熱温水設備または太陽光発電設備の設置を義務付けるなどの施策を行った 国内に設備生産企業が誕生して、市場の1、2位を占めたほか、国外にも進出する動きが見られた。また、2008年9月には、世界最大の太陽光発電の展示会、学会 EU プビセックも誘致している。しかし2008年の太陽光発電の助成水準は過剰となり、年間導入量は上限 400MWP をはるかに超えて、 約 3GWP にも達したため、女性水準を引き下げた。日本では、再生可能エネルギーに対する普及促進策としては、電力会社による自主的な買い取り、RPS 法や各自治体による助成などが用いられてきた。これにより、太陽光発電では、世界一の生産量や市場を有していたが、2005年に補助金が一度打ち切られてからはいずれも他国に抜かれ、 国内市場も縮小していた。このため2009年1月に経産省が緊急提言に沿って補助金を復活させた。また2009年2月には環境省も再生可能エネルギーの導入に伴う費用や経済効果の試算を発表し、普及政策として固定価格買取制度の採用を提案した再生可能エネルギー日本における動きも参照。 このうち太陽光発電については2009年2月24日、経産省より初期投資の回収年数を10年程度に短縮する助成制度の強化が発表された。当初は2010年からの実施予定であったが、経済危機対策、エネルギー政策、地球温暖化対策の観点から前倒しされ、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー、 原の有効な利用の促進に関する法律、エネルギー供給構造高度化、法2条3項に基づく、太陽光発電の余剰電力買取制度が2009年11月1日から開始された。開始時の余剰電力の買取価格は1、キロワットアワーあたり48円、エネファームやエコウィルなどの自家発電装置を他に併設している。 場合は39円であり、設置後10年間は同じ価格で買い取るものとされた。また、後から新規に設置された設備の買い取り価格は、例えば11年度に設置した場合は42円程度というように、年々引き下げられる予定であった。補助金の効果もあり、日本の太陽電池生産量は拡大を再開し、2010年度は、 関連産業の規模が1兆円近くまで成長すると見込まれた。2009年末からは全量買取の導入及び対象を太陽光発電以外にも拡大することが検討され、検討状況は経産省のプロジェクトチームのページで公開されてきた。こうした拡大によって再生可能エネルギーの普及促進が期待された。制度の具体的な形態については、 様々な意見が見られた。例えば、従来の RPS 制度や余剰電力買取制度を廃止して全量、買取制度に一本化すべきとの意見も見られた。その一方、余剰電力買取にも節電意識向上などの利点があり、また、これを廃止する場合は既存導入家屋にて配線工事が必要となること等から、併用を提案する意見も見られた。電事連からは、 系統安定化への配慮等を求める意見が提出された。また電力を大量に使用する業界等からは国民負担や産業競争力への配慮の要望も出された。こうしたヒアリング等を経た後、法案、再生可能エネルギー特別措置法案、再生可能エネルギー買取法案は2011年4月5日に国会に提出され、各党による協議、修正を経て、 同年8月23.26日、衆参両議員での全会一致の賛成をもって成立した。検討段階では、地域経済振興や産業活性化への期待は集まる一方、電力料金の増加への不満、電力会社による受け入れ拒否の可能性に対する不安の声等も聞かれた。一方で制度の導入を睨み、これまで対象から漏れていた再生可能エネルギー源の事業化や、 新たな市場参入、関連投資の拡大等の動きも見られる。買取価格、期間、再生可能エネルギー特別措置法の条文上での故障は第3条で、それぞれ調達価格、調達期間とし、両者合わせた故障として、調達価格等としているは2012年の年明け早々に、調達価格等算定委員会で決定される予定だったが、当初、 経済産業省が示した人事案について国会で同意が得られず委員会の開催が遅れた。委員5人のうち3人が制度の導入に慎重であることが与野党に問題視されたためである。政府は新日本製鉄の新を高夫副社長、後に社長昇格、鉄鋼業界は電力多消費産業であるに代わって、 上田和弘京都大学大学院教授を委員長に起用し、国会の同意を得た。調達価格等算定委員会の意見聴取では、専門家が30円台後半が適正だと指摘したが、太陽光事業に参入するソフトバンク社長の孫正義が最低でも税抜き40円と主張し、業界団体の太陽光発電協会も税抜き42円と主張していた。 調達価格委員会は2012年4月に意見書を取りまとめ、これに基づいて2012年6月、太陽光1 0ット以上は税抜き40円等とする買取制度の際が決定された。制度開始当初の買取水準は新規参入を促すことを狙いとして高めに設定され、企業や地方自治体にも動きが見られる。その一方で、高めの買取、価格に対し、 村沢義久は35円でさえ、確実に利益が出るのに40円では、スペインのようなバブルを生むと指摘した。決定に先立って行われた、パブリックコメントでは5000件以上の意見が寄せられ、賛否両論が見られた。買取額は、普及量の予測に基づき、定期的に見直されることが決まっている。2012年7月1日、再生可能エネルギー特別措置法が施行された。 固定価格買取制度の対象である太陽光発電の導入済み認定容量は2017年度末には家庭用で出力1012万キロワットに達し産業用は3377万キロワットであった制度全体では5029万キロワットであり太陽光が8割以上を占める大規模水力を除いた再生可能エネルギー全体で2016年度には 日本の全発電電力量の約7.7%がまかなわれている。再生可能エネルギー特別措置法施行後の買取、調達価格と買取期間を年度、その年の4月1日から翌年の3月31日までごとにまとめて、一覧表にしたものを下記に表示する。なお、一覧表は東京電力を例としているが、 その他の電力会社についても項目名等の説明や表現の仕方に違いがあるものの回収単価は全国一律として定められたものであるため基本的に同一の単価表である。表の項目と表示の説明。太陽光発電協会 JP は2012年11月に PV 試行技術者制度を創設した。この制度は 一般住宅への太陽光発電システム設置の際に必要とされる施工者の基礎的な知識や技術の習得レベル、JP が認定するものである。2016年10月16日に実施した第6回認定試験をもって PV 施工技術者制度を最終とし、新たに PV マスター施工技術者と PV マスター保守点検技術者の2つの制度を新設した。 このうちの PV マスター保守点検技術者については2016年12月28日に制定された太陽光発電システム保守点検ガイドラインにおいて義務付けられた太陽光発電設備の保守点検に必要な知識、技術の習得を JP が認定するものである。ドイツでは化石燃料火力等の従来型発電のコスト増、税金の増加に加え、 FIT の付加金も加わったことにより、電力料金は2000年から2013年の間に2倍以上になった2013年時点で FIT の付加金が家庭用の電力料金に占める割合は2割弱である。一方で中高圧電力の取引価格は2004年頃と同水準に戻っており、太陽光発電の普及によって昼間の平均取引価格も安価になっていた。 加えて、電力を多く消費する企業では不課金の減免措置も受けられる。こうしたことから2012年末頃には国民の約半分が不課金に不満を感じるようになった。ただしエネルギー転換そのものは民の7割が利益になると答え、また8割以上が支持している。またエネルギーを多く消費する一部企業が不当に有利になっているとして、 欧州連合からも調査が入った。一方で、コストの低下に伴い、太陽光発電や風力発電の買取価格は、電力小売料金よりも安価となり、規模によっては、FIT の対象から外れつつあった。再生可能エネルギーによる電力の供給シェアも、約3割に達した。蒸気のような、負担の抑制とより、公平な分担、他国からの圧力への対応。 そして再生可能エネルギーの成熟に伴う市場への統合等、複数の目的をもって、2014年に制度の大幅な変更が行われた。米国カリフォルニア州等に似る競争的入札等を取り入れつつ、市場取引へ段階的に移行させる計画となっている。2016年6月8日、ドイツ政府は2017年より固定価格買取制度を 原則的に廃止する方針を決定した。発電設備が急速に増えた結果、電力の買い取りにかかる費用が、電気料金に上乗せされて料金が高したことと、天候次第で、大量の電力が余ってしまうことが、主な廃止の要因となった。2017年以降は、固定価格ではなく、より市場価格に近い価格で買い取ることとなる。なお、すでに発電を稼働している施設に関しては、 残りの期間、固定価格での買い取りを続けるとしている。スペイン政府は巨額の債務を抑制するため、2012年に再生可能エネルギーの買い取りを一時停止した。2014年に買い取りを再開したが、買い取り価格は大幅に引き下げられただけでなく、買い取り期間の短縮、再生エネルギー電源の導入制限などの厳しい条件が付けられたため、再エネによる電源の新設は、 次第に減少へ向かっている。日本における制度見直しの動き節を参照のこと。日本でも太陽光発電の普及が進んで、電気料金が高騰する事態も危惧されていたが、実際は本格的な値上げに至る前に、電力会社各社によって再生エネルギー買取拒否が生じ、制度自体が見直されることとなった。発電原価は 1kWh あたり6円。 程度だったが、2009年の太陽光発電の余剰電力買取制度開始時に48円という、破格の値段で買い取る制度を導入した。以降は買取価格は見直され続けて2018年時点で、買取価格は20円ほどにまで下げられたが、20年、固定価格なので初期参入した企業ほど莫大な、長期利益を得ることになった。太陽光エネルギーによる電力は、 日本の総発電量の3%であるが、電力の大規模需要化である大企業などには、減免制度もあり、国民が固定買取制度の付加金として負担している、再生可能エネルギーの買取総額は2017年には2.7兆円を超えた。2013年4月17日、北海道電力は、バイデン申請のあった出力2 0 0 0ット以上の、 太陽光発電所計画の4分の1しか発電電力を受け入れられないと発表した。同年12月3日、経済産業省は沖縄本島における太陽光発電の接続容量の接続限界に近づきつつある状況であると発表した。2013年中に北海道電力と沖縄電力は一定規模以上の太陽光発電の新規受け入れを停止、制限することになった。 沖縄電力はさらに接続量が限界に近づいているための措置として2014年4月1日以降、一般家庭の新規の買取受付に対し、回答を保留して接続しない状態となる。同年7月25日、九州電力は離島での買取受付を1年間程度停止することを発表した。九州本土と送電線で結ばれていない離島での申し込みが増え、 島内の電力供給が不安定になる可能性が高まったためとしている。2014年9月24日、九州電力は翌25日より離島のみならず、館内全域で再生可能エネルギーの固定価格買取制度、FIT に基づく新規契約を中断し、すでに申し込みを受け付けた分についても回答を当面、保留すると発表した。9月30日、 北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力の大手電力4社でも買い取りの新規受け入れを10月1日より館内全で停止すると発表した。沖縄電力を除き一般家庭からの買い取りについては従来通り継続するとしている。10月2日、九州電力は再生エネルギーの新規契約を中断したことについて、 鹿児島県内の事業者向けの説明会を開いた。会場では事業者らが九州電力幹部に詰め寄り時期を示せ自己破産したらどうしてくれると土豪も上がり、会場は騒然とした。経済産業省は10月10日に同日付で北海道電力、東北電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の5社に対し、 より丁寧な説明などを求める要請文を出した。11日には大規模な太陽光発電の新規認定を一時停止する検討に入った。15日、同省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー新エネルギー分科会新エネルギー省委員会以下省委員と呼ぶで固定価格買取制度見直しの具体化に入った。省委員会では 国民負担の抑制策の一つに、スペイン、ドイツが採用している入札制度の導入が定義された。省委員会のもとに設けた、系統ワーキンググループの初会合を16日に開き、送電も受け入れ能力の拡大策などを検討することとなった。一方、10月11日の経済産業省の大規模、太陽光発電の参入凍結検討の報道を受け、 週明けの14日の株式市場では太陽光発電関連企業の株価が急落した。10月21日、九州電力は低圧と呼ばれる出力 50kW 未満の小口案件の一部について買い取り手続きを再開すると発表した。小建て住宅の屋根につける太陽光パネルなどが概ね対象となる。九州電力が 全面停止を発表した9月24日までに、書面で申し込みをした案件が受け入れの対象である。なお、21日時点で、九州電力を除く新規受け入れ停止中の電力4社の、うち、東北電力が5 0ット以上、北海道電力と四国電力が1 0ット以上、沖縄電力はすべての案件について受け入れを停止している。2014年10月には、 省委員会が太陽光発電による電気の買い取り価格を半年ごとに引き下げることや電気の買い取り価格が決まる時期を現在の国の事業認定時から事業開始時に改めること政府に提案する見通しであると報道されたがこれらは現在まで実施されていない一方で価格を決める基準を発電業者全体の平均的な費用から最も安い業者の費用にして買い取り 価格がより下がるようにするトップランナー制度や買取価格決定時期を先に伸ばすことにより、なるべく買取価格が安くなるような制度の導入は後に行われた。また、経済産業省は地熱発電や中小水力発電を優先的に買い取るようにする方針を固めた。11月5日、経済産業省は省委員会に対し政府の認定を受けた後、 発電を開始しない再生可能エネルギー事業者への対応策の検討を指示した。発電開始が見込めない場合は、電力会社が買取を拒否したり、発電開始のメドがついている事業者を優先的に受け入れる仕組みにしたりすることで、再生エネ事業者の新規参入の機会を拡大する方向だという。買取価格は政府の認定を受け、 電力会社に買い取りを申請した時点の価格が適用されているため、太陽光パネルの価格下落を見越して、発電開始を先延ばしし、利益を得ようとするケースが問題になっている。2014年度からは 50kW 以上の太陽光、発電設備について認定後180日以内に場所、及び、節の確保を行わなければ認定が執行するルールが導入された。 また、経産省は、一定期間内に発電事業を始めない場合、電力会社が買取をやめたり、買取期間を短縮することができるようにする向きだと言う。また、運転開始後に設備を増設した場合、増設時の買取価格を適用することも検討するとしている。2017年4月1日より、通商改正 FIT 法が施行され、 固定価格買取制度が大きく変更されている。2017年3月31日までに固定価格買取制度の認定を受けていても、電力会社との接続契約が締結できていない。合わせには、原則、認定が執行することとなった。また1 0ット未満の太陽光では1年の運転開始期限を超過すると認定執行。1 0ット以上の太陽光では3年の 運転開始期限を超過すると調達期間が短縮され、また認定取得時に価格決定される点は変更されないが、電気事業者による接続についての同意が認定の条件となった。改正 FIT 法では改正前の旧制度で認定を取得している場合、2017年4月1日から新制度で認定を取得したとみなされることとなった。これをみなし認定と呼ぶ。 みなし認定における事業計画も2017年9月30日までに提出しなければならない。なお、経済産業省は周知が不十分として一般家庭が中心となる1 0ット未満の太陽光電システムについては期限を改正 FIT 施行から9ヶ月以内、つまり2017年12月末まで延長している。改正 FIT 法への移行に伴う FIT 認定案件の執行は1610万キロワット27万件に上った。2017年8月31日、経済産業省資源エネルギー庁は固定価格買取制度 FIT に関する法施行規則と告示を改正した。事実上、太陽光パネルの増設が規制されることとなり、太陽電池の合計出力の変更手続きが 変更届出から、変更認定申請に代わり、太陽光パネルの合計出力を3%以上、または 3kW 以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、売電単価が変更となる。売電単価の変更は、増設分のみが対象というわけではなく、発電設備全体に及ぶため、高い FIT 価格の発電所に関しては、 事実上増設できなことになった。また、3%未満かつ 3kW 未満の増加であってもすべて変更認定申請が必要になった。2018年10月11日、九州電力は13、14両日に太陽光発電や風力発電の再生可能エネルギーの発電事業者に一時的な発電停止を求める出力制御を九州地方で実施する。 可能性があると発表し、13日に43万キロワット分の広域出力制御を開始した。太陽光発電の一時停止は、これまで離島での実施例はあるが、関区内全域での本格的な実施は、全国初となる。ただし、家庭用の太陽光など1 0ット未満の事業者は、出力制御の対象外とされている。固定価格買取制度の中でも特に太陽光、 発電事業に関しては、回収単価、買取価格が高く設定されたこともあって、多くの事業者が参入し、様々な問題が露呈した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。